こんにちは。 HJ 文庫編集会議室、 HJ 文庫準編集部員の豊田萌です、そして今週も来てくれましたゲストの桑原優希さんです。はい、皆さんこんにちは、桑原優希です。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、豊田さん、桑原さん、こんにちは。編集部の村上です。すごい、なんか緊張が解けてきた感じがする。明るいトーンで。はい、早速なんですけど、桑原さんが演じてるですね、精霊幻想記のアイシアの香水が出てるのはご存知ですか？いや、香水なんてものあるんですか？いや、セリア先生のやつはご紹介いただいたことあると思って。わかんなかった。記憶が。でもまさかここにあったりとか、これまさか、まさか本物があるなんてことはこれなんだろうね。はい、ちょ、クワちゃん見てみて、気をつけて。ちょっと何が入ってるか分かんないから。まあでも裏はこうアイシアって書いてあるけど、まさかアイシアだ。茶番が失礼いたしました。はい、というわけでですね、今回その香水のポイントをですね、はい、この番組でもおなじみのメロンボックスの田中さんに教えていただきましたので、はい、ぜひご紹介をお願いします。田中さんにも本人が来て言いなよっていう量の文章を送られてきたんですけど、これはすごい。ちょっと私が代表してちょっと田中さんの熱量を伝えられるようにちょっとメッセージの方を紹介していきたいと思います。ありがとうございます。アイシア香水3つのポイント、ときめきポイントを3つ紹介します。その1、原作者完全監修の公式フレグランス。はじめに担当者の妄想ではないという部分をとても強く推したいです。すごい、北山先生のイメージを香りへ再現しております。こちらもプロの調香師さんに依頼をしていますゆえ、素人の仕事ではないので安心してご購入ください。これが公式です。アイシアが私たちの鼻先まで来てくれています。ときめきませんか？あ、いいっすね。その2、その2。キャラクター香水の面白さ、はい、うん、先生からおしゃれや恋愛には無頓着な寡黙な女の子が周囲の少女たちに選んでもらって初めてつける香水をいただいた上で、初心者の方にもつけやすいシンプルで軽い香りのご希望をいただきました。ここでアイシア自身が選んだのではなく、周りの子たちにこれがいいんじゃないかと選んでもらった部分、刮目してください。この情景が前作のセリアとは違う部分です。前作セリアを持っている方はその違いにもご注目ください。ここにキャラクターそれぞれの個性が出ておりまして、北山先生からそのイメージをいただいた時に、今精霊幻想記の世界に私はいると感じました。それが皆様にも伝わっていると大変嬉しいです。アイシア、初めてつける香水を自分で選ばないんですよ。それで周りの子たちもアイシアにはこれが似合うって彼女のことを思って選んでいる、その図が北山先生には見えていたんですね。アイシアが嬉しかったのかなとか足りてたのかななど、想像すると皆さんも胸がギュッと苦しくなると思うので、一緒に試してみてください。ときめきましょう。さあ、その3、ここまでで大体3分の1くらい。はい、まだまだこう倍あります。ここから倍以上、まだまだありますよ。頑張ります。その3、ラストノートの香り方にキュン。パッケージデザインは前作セリアでボリューム1と表記した時からステンドグラスシリーズで攻めることを決めていましたので、今回もステンドグラス風の加工で行っています。アイシアの顔の周りはバラやリンゴなどもイメージに合わせてタッチを変えて僭越ながらイラストを描かせていただきました。私今ウイロウリ読んでる。本当だ。私今もしかしてだけど、ご覧ください、ご覧ください、こちらに見えますのはのやつ読んでるかな。すごい。作りながら家の窓これにならないかなと毎回考えています。それはどういうこと？今回のアイシアの代わりの中にオスのジャコウジカの効能という部位が得られる分泌液を乾燥させたムスクという成分があります。最初ホワイトムスクという花と勘違いして違う絵を描いており、全部描き終わりレイアウトが完成した後にこのムスク別人だと気づき描き直しました。え？要するにアイシアはリオと同じ香水に香りになれるのと香りのお裾分けをして、リオもそれをつけて自分と同じ香りがするな、そういうことかで終わるんですが、リオが本を読み終わった頃にはアイシアとリオの香りが変わっていて、香り方が違うね、嗅がせてみたいな接近性のポーズが想像できてしまうというパラドックスです。え？
ということということもしかしたらザンと早送りになってるかもしれないけどそういうことですよね、はい、ちょっと今のを踏まえて、はい、ちょっと開封してみません？あ、まだそうか、開けてなかった開けてなかった何て商品紹介を何もしてないの開けてなかったということで今のを踏まえてあ、ちょっとすごい開けたところにさメッセージと言いますかえ、これちょっと読んでもらえたりします？あ、いいですかこれ、はい、このメッセージがですね、はい、一緒につけてくれると嬉しい。キャー、アイシアのセリフが書いてある。今誰よりも田中さんが喜んでると思う。今誰よりも似てましたか？アイシアです。本人です。かわいい、かわいい。これがさっき言ってたステンドグラス製法みたいな。なんかこのパッケージに描かれてる背景がステンドグラス風になってる、うん、これもおしゃれですし、この中身もすっごい可愛らしくて、ね、いいですね。個人的にこのアイシアのピンクっていう色がちょっとモエシちゃんをイメージなんか合ってるなって思ってたんですけど、ピンクのイメージが。じゃあ私これ毎日つけるわ。そんなにヘビーユーザー、アイシアの匂いに。いやでもちょっと匂い気になるところですね。ちょっとそのアイシアの匂い嗅いでみましょうよ。ああ、ありがとうございます。テスター、テスターですね。こっちか。うわあ、めっちゃいい女の匂いする。いい女。めちゃめちゃいい女。これ本当に冗談抜きにこの匂いいいですね。え、この匂い嫌いな人いなくない？いないですね。あの、嫌みすぎないと言いますか。うん。その、設定にすごい確かに合ってる、はい。その自分では買わないけど、これがいいよって周りの女の子たちに言われて、つけるみたいな。はい、リアル。なんか甘すぎないというかリアル。すごいリアルかも。え、なんか匂いって急にリアルになるね。そうですね。すごいわ、妄想がはかどる。アイシアが鼻先のところまで。本当だ。なんかさっきの田中さんの熱量を、さすが田中さんだなって思いながら読んでたけど、なんかこれ嗅いでからもう一回思うとすごい説得力あった。はい、すごい田中さんやっぱり。これはいいですね。なんかさりげなくつけてもおしゃれな香りですし、うん、女子がつけても、男性でも全然いいですよね、うん、爽やかと言いますか。男性からこの香りしてきたら、なんかいいですね。いい彼女さんか、いい奥さんいいのかなって思う。なんかそのセンスのいい方につけてもらったのかなって思う。これちょっとつけるのがあれって男性の方いらっしゃったら、その枕とかにシュッてして寝ると、ールームフレグランスね、一緒に寝てるって気持ちになれたりするんですよ。私もこの妄想で香水よくキャラでイメージして買ってるんで、めちゃくちゃ分かりて、やってる人やってる側、公式の香水じゃなくてイメージで自分で買ってる、イメージで自分で買ってこんな匂いなのかな、枕にシュッてして寝るときに、あ、一緒に寝てるなとか。多分ね、クマちゃんと田中さんめちゃめちゃ話し合うと思う。あれ、ここにも会う人いた。田中さん、おすすめなんですね、これは。ちょっと寝る前、私そのムスクが気になるんですけど、イラスト、なんか椎茸みたいなやつ。椎茸みたいなやつ、どれですか？右上のやつじゃないですか。右上のリンゴの横の、あー、これ椎茸みたいなやつだ。ちょっと見てほしいですね。ちょっとね、後でアップの写真とかで飾るだけでも可愛いと思います、これは。いやね、確かにインテリアでもめちゃめちゃ可愛いので、うん、おすすめです。さ、そんなね、田中さんからまだあるんですよ。あれ、はい、まだあった。クワちゃん含め精霊幻想記ファンの皆さんも、はい、田中さんからメッセージいただいております。はい、いつも大変お世話になっております。メロンブックスの田中です。この度皆様の熱い応援のおかげで大人気公式フレグランスの第2弾を発売迎えることができました。本当にありがとうございます。私もファンの一人として心から楽しみながら制作をさせていただきました。皆様のお手元にアイシアの香りが届き、一緒に暮らしてくれていることを思うととても嬉しいです。私は手持ちの香水と重ねることで、自分の契約精霊はアイシアだったとを再現したり、ベッドの中にシュッと一吹きしてアイシアと一生しています。ちょっと待って、同じこと言ってる。これは本当に知れてる。同じこと言ってるね。同一人物。ベッドの中からアイシアの香りがしたときに、霊体化したアイシアと一緒に寝ているリオってこういう気持ちとなってときめいています。真似してみてください。飛ぶぞ。あれ、相席食堂。ちょっと待って。そして最後に、北山先生、リフ先生、ボリューム3も実現したいので、今後とも末永くよろしくお願いします。うわとコメントいただきました。こんなに愛が深い方に作っていただけてる
るなんてもう光栄ですし嬉しいですね、やっぱり。はい、しかもなんか行動が一緒だったということで、ね、鳥肌びっくりしましたね。絶対仲良くなれるよ。同じ波動を感じましたね。ね、やってた。二人とも早口だもん。やばい、オタク特有の早口やっちゃいますね、ね、私も。何が怖いって、あの本編の台本まだ1ページ目もめくってないこと。怖くない？ボリュームえぐい。時の流れどうなってるの？1ページ目。これ一応ね、その2分って書いてますから、ね。2分。絶対嘘だよ。入るわけないよ、今の2分で。熱がすごい。いや、田中さんすごいね、強火でしたね。本当に嬉しい。やったな、ありがとうございます。そのね、あの背景に飾ってますグッズなんかも全部田中さんがデザインしたものになってます。いやー、そう、嬉しい。はい、テレビ演奏機のグッズってもう100種類以上ぐらい作ってもらった。うわー、すごい。これ本当に全部一人でやってて、デザインも企画出しも田中さんがされてるので、本当にもう凄まじい熱意の方ですね。でも原作読んで好きになってからっておっしゃってたので、それも嬉しいですよね。あ、そうですね、はい、認知いただいてるということで今もものすごいことになってると思う。あ、確かに私のこと知ってくれてる。見てましたよこの番組。愛知優さんが私のことを認知してくれてるって言って、担当の方が私のこと認知してくれてるって私もなってます。お互いにね、相性いい。なんか似てる気がする。喋りたいです。ちょっと合わせたいですね、この番組 で、 そうです、ね。マッチング企画みたいな。合わせてみたみたいな。本当に来ますよ。絶対本当に来る。ぜひぜひ。来るね。はい。そんなあの香水の方を、クワちゃんにもう一度紹介をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、改めまして、精霊幻想記フレグランスコレクションボリューム2アイシア、こちらですね。8月27日よりメロンブックス限定で大好評発売中です、原作者完全監修の公式フレグランスで大人気シリーズとなっております。こちら数量限定ですので気になった方は概要欄から特設サイトをご確認ください。またメロンブックスで現在開催中の大型フェア精霊幻想記超プッシュ祭りのポイント対象商品にもなります。こちら1点のご購入で8ポイント獲得できます。じゃらん、アイシアの香りも手に入れて超プッシュ祭り限定の豪華景品もぜひ手に入れてくださいね。あ、アイシアでなって頑張れ。一緒につけてくれると嬉しい。え、こちらが蓋に書かれてるということで、あの脳内再生していただいて、やってくれてはい、ありがとうございます、さあ皆さん、アイシアの香水をよろしくお願いしまーす。こんな感じでした。よろしくお願いします。さあ今日は精霊幻想記たっぷりお話ししていきたいと思います、はい、ここから本編っぽい感じなんですよ。わーい、大ボリューム。さっきのがオープニング。嘘でしょ。一本取り切った気持ちでいいよね。取り切りましたね。香水界でよかったんじゃないでしょうか。ね、よかったっていうぐらいね。さあじゃあちょっとお話を聞いていきたいと思います、はい、うんうん、精霊幻想記がいよいよクライマックス盛り上がります。さあ7月から放送が開始したテレビアニメ精霊幻想記が今月いよいよクライマックスを迎えます、はい、今日はそんな精霊幻想記についてお話をお伺いしたいと思います。お願いします。あのちょっとあの収録の時点で放送の話数とちょっと差があって、うん、あ、私も途中までしかあのストーリーを終えてないので、 いえ、ありがとうございます。あのそんな感じなんですけども、ちょっとネタバレがない程度で、お話聞いていけたらなと思います、はい、じゃあまずアイシア役ですが、まあ、ここまで演じてきて、うん、いかがでしたか？そうですね、あのドラマ CD 版の時から関わらせていただいておりまして、結構歴としては長いんですよね、アイシア歴としては長いこと演じさせていただいてて、でこうしてアニメになってもまだ演じさせていただけるっていうのが嬉しくって、もうさらにその動いてるアイシアが見られる、結構淡々と喋る子なので、ドラマ CD でもそんな感じだったんですけど、これが動いてこう喋ってってなったら、あ、どんな感じになるんだろうっていうのをもう一人のファンとして楽しみにしてたので、私もそのアイシアの不思議な雰囲気だったりとか、こうまとってるこう可愛らしい感じをこうアニメでも表現できたらいいなっていうので意気込みながらやらせていただいておりました。作画すごい綺麗。そうなんですよ。めちゃくちゃ美しくて、なびく髪とかもとっても綺麗で、私の想像してたアイシアだと思って、とても嬉しく思ってましたね、見てるときは。でも本当に私も、なんかもう、第1話からクオリティ
衝撃の第1話、ねはい、衝撃の第1話そうなんですよ、ね、こうキャラクターの表情とかもすごく細かく描かれてて、うん、アニメになったんだっていうのが実感できる。私第1話で一番感動したの、はい、事故った時のバスの揺れ方、はい、細かいあれすごい、すごくリアルな揺れ方して、そうですね、よりなんかこうキャラクターの表情がとても可愛らしいのも合わせて1話は衝撃だったんですけれども、ね、引き込まれたんじゃないかなって良かったです。大地、うんうん、の好きなところ聞きたいな。あ、うん、好きなところは結構やっぱり不思議な雰囲気をまとってたりとか、うんうん、まあハルとそのリオの味方なので、うん、あのそういう優しく包んでるっていう雰囲気だったりとか、うんうんうん、あと演じさせていただくときに割と自由に演じさせていただけたなっていう印象が強くて、うんうん、例えばこうキャラクターだとこの子はこうツンデレだからこういう考えをするからこういう喋り方とか、まあこの子は可愛くてハワワ系だからこういう感じかなっていうのを自分で想像するんですけど、アイシアってこう何をやってもアイシアだなって思うと言いますか、安定してる軸になるキャラクターなのか、うんうん、そうですね、なんかこう自由と言いますか、こう何を言ってもあーこうアイシアならこう言いそうだなとか、はい、私ありがたいよね、それ。そうですね、楽しかったっていうのがありますね、演じてて。なんか特に苦労したなみたいなのもなく、あーまあ強いて言うなら、うんうん、ちょっと感情が乗ってしまって、うん、わって強く言ってしまった時に、うん、あアイシアもっとここ淡々と行こうかみたいな感じで、そうなんです、うん、なのでこう掛け合ったりするときにあーって言うと強く行きそうになるところをやっぱりこう独特のアイシアの持つ雰囲気に合わせて演じたいなっていうのがあって、そこはちょっと気をつけつつ枠から外れないようにアイシアをキープしつつ、でも表情豊かにアニメならではの表現ができたらいいなっては思ってましたね。素敵ただこうご時世的にこう掛け合いが難しくってっていうマイナスのエピソードが多い中で、アイシアはやっぱりこう自分の路線をまっすぐ行く子なので、あの特にその抜きと言いますか、一人で蹴ってても自分のペースで行ける子なので、そうなんです。なのでいろんな意味で助けられた、キャラクターに助けられたじゃないけど、そうですね、収録もスムーズだったかなとは思っております。村上さんがもうなんか大丈夫、入ってきてます、入ってきてますよ、すごいいい話だな嬉しいです。村上さんはどんなキャラが好きなの？あ、なるほどこっちに来ると思ってドキドキしちゃって全然その次のフレーズのこと考えて先のこと考えて不意打ち、なのであのひな壇はいつだって振られてるひな壇をしないひな壇に座ってたひな壇に座ってるんだからなんかこう急に振られても対応しない、ね、ひな壇だと思ってもはいはいはいって言ったもん立ち上がらないと僕このキャラ好きですこのエピソード好きですそれ急に入れてくるのやばいやつお二人で喋ってちょっと待ってください、ね、僕はやっぱセリア先生の方がそうですね、ちょっと待ってくださいよ、はい、入ってこないとそうだね、はい、いやいやだからじゃあ聞きたいこと聞きましょうよ、はい、せっかくなんで、うんうん、その収録って何回か立ち会ったことあるんですけど、うんうん、そのまだの絵コンテとかの状態で OL とされるじゃないですか、うんうん、それであの本当にあのなんですかね、キャラクターが生き生きと喋ってる感じで演技されて声入れられてるのが本当にすごいなと思って、うん、あ確かにそういうところって なんていうんですかね、そのこう練習されて慣れていく感じなのか、うん、その素人には絶対できないところだなと思うので、どういう感じなんですかね、これちょっと本当マジふわっとしてるなでも確かに私もそのアニメ大好きから声優になりたいっていうのが入ってるので、はいはい、まさかこう収録の時にその絵といいますか、なんかこう白い紙にこう棒人間が描けるみたいな感じじゃなくて、もう本当にあのアニメに当ててるんだと思ってたので、え、これ表情も何もわからないよって思ったんですけど、やっぱ慣れますよね本当に、あ、そういうもんですあとなんか一応トガキ、はい、台本に確かに書いてますよね、はい、状況が、はい、なんか手でコップを持ってとか結構ちゃんと細かく書いてくれてる台本が多いので、そうですね、それでなんか脳内保管確かに、あと想像力がだんだんついてくるんだと、あ、そういう感じなんですね、なるほど、こういう部屋だからこれぐらいの距離感かなとか、はい、こういう状況だからこういう顔してるんだろうなとかが、はい、だんだんこう見えてくるようになってくるというか、想像する楽しさっていうのがだんだん生まれてくる
ですよね。これなんかファン目線的なこと聞いた。でもなんか嬉しかったです。なんか改めて確かにそういう話しないもんね。そうですね。いやなんか初めて収録撮った時にびっくりして、なんかこうなんか完成してないのは、そのこっち側の仕事をしてるんでなんとなくわかるんですけど、え、完成してないにしても本当にこうだなと思って。これ見てどういうシーンか分からんなと思って。想像力がものを言う。そうですね。でもそもそも私もアニメが好きでこの業界に入ってるから、オタクって全員想像力すごいじゃないですか。オタクってやっぱ多分普通の人よりは想像力に長けてると。最初からちょっとスキルあったんですかね。多分絶対スキルあったと思う。属性がそれがある上で仕事で慣れてってみたいな。ああ、それもあるかもですね。こっちはこっちでびっくりしてるんで、その絵がオンエアの時にちゃんと完成してるの見て、そうですよね。オンエアまで見ることないですよね。そうです、そうです。ありがとうって気持ち。僕らも実は結構そうなんですよ。オンエアで知るみたいな。僕も本の営業の部署なんで、アニメの部署とかは見てるんですけど、その初めてオンエアでできてるの見て、できてるなるほど、ね、そうですよね。あ、すごいみたいな。あ、この曲がこういう感じなのか。はい、ね、素敵ですよね、アニメって改めて。神回じゃないですか。ちゃんとまた真面目な話してる。そうですね、すいません。じゃあそんなあの素敵なアニメのラストに向けて、ちょっとネタバレにならない程度に見どころをお願いします。はい、そうですね、この作品本当にこう人間関係だったりとか、こう人間のドラマ性っていうのが本当にすごくて、それが描かれている作品なので、こうキャラの感情の動きだったりとか、それぞれのキャラの心の動きっていうのに注目して見ていただくとより楽しめますし、アイシアに関しましては、その最初どういう子なのかなってアニメから入った方は思うかもしれないんですけど、こう、まあ、淡々と喋るこう不思議な子って言ったんですけど、こう話数重ねるにつれていろんな表情、いろんな動きをしてくれますので、また違った魅力と言いますか、あ、こんな子だったんだっていう発見があったりして楽しめると思いますので、あのぜひ何度も楽しんでいただきたいですし、クライマックスということで、この時こういろんな配信サイトで、あの最初から追いかけることが可能ですので、ぜひ1話から追いかけていってほしいなって、楽しんでほしいなって思います。ぜひぜひ最後まで楽しんでください。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ちょっとますますアニメのクライマックスが楽しみになってきました、うん、はい、ありがとうございます。ここでですね、実はあの精霊幻想記の原作者、はい、北山由里先生の方からですね、今日ここにいない青木さんと桑原さん、そして視聴者の皆さんにメッセージをいただいております。おありがとうございます。ちょっとまずはあの私が番組宛てのメッセージを紹介させていただきます、青木さん、桑原さん、こんにちは。おいしですよ。 ありがとうございます。HC 文庫編集会議室、いつも声を上げて笑いながら楽しく拝聴しております。いつまでも真夏、夏真っ盛り、暑い時期が続いておりますが、ご無理をなさらず笑顔の二人でいてください。かけながら応援しています。ありがとうございます。素敵なメッセージありがとうございます。いつも見てくださってるんです ね、 ね、ちょっと恥ずかしい。私が恥ずかしい。さあそれでは続いて、視聴者の皆さんへの北山先生からのメッセージをくわちゃんお願いします。はい、アニメもいよいよクライマックスが迫っている一方で、原作最新20巻も大きく盛り上がっているはず、ネタバレはできませんが、いずれも桑原さん演じるアイシアのターンが、もうアイシアしか勝たん。どうぞお見逃しなくといただきました。先生もちゃんとオタクでなんか同じ波動です ね、 ね、皆さん、なんか親近感ある、みんな、なんていい現場なんだ。素敵な現場、ありがとうございます。さあ皆さん、アニメ精霊幻想記最後まで一緒に楽しみましょう、はい、そしてですね、世界中文庫編集会議室のプレゼントキャンペーンが開催中となっております。はい、HA 文庫の公式ツイッターをフォローの上、前回の配信もしくは、今回の配信ですね、桑原さん出演会の感想を書いていただいて、ハッシュタグ、会議室精霊幻想記をつけて、投稿していただく方の中から抽選で3名様に、あ、今回もやるんですね、それ。あの、このくるくるサイン入り台本、裏もお楽しみください。ご自宅でご自身でくるくるしてください、をですね、テレビアニメ、の方に、テレビアニメ精霊幻想記の第12話の、サイン入り台本をプレゼントいたします。応募は9月20日までとなっております。ぜひご応募ください、はい、
それではここで HJ 文庫からお知らせです、うん、毎月フレッシュなインフォメーションアシスタントがナレーションを担当してくれてます。今回は学生時代一瞬だけ軽音部に入っていたという田中文也さんです。一瞬だけってどれくらいの期間だったんでしょうね。ではよろしくお願いします。今週のインフォメーション、はい、3日で軽音部を辞めた田中文也がお送りします。今月の HJ ノベルス、一押しは新シリーズ、宮廷鍛冶師の幸せな日常。ブラックな職場を追放されたが、隣国で公爵令嬢に溺愛されながらホワイトな生活を送ります。どん底鍛冶師の逆転スローライフラブコメ第1巻。その他、HJ ノベルスの新刊はこちら。9月18日発売。電子書籍販売サイトブックウォーカーでは、精霊幻想記新刊配信フェアが9月14日まで開催中。精霊幻想記の最新20巻購入者に特典ショートストーリーと本棚カバー画像をプレゼント中。他にも原作ノベルやコミックスが 25% オフなどお得なセールが開催中です。詳細は概要欄をチェック。HJ 文庫、HJ ノベルス、コミックファイアの公式サイトが基本無料のノベル&コミック配信サイトに間もなくリニューアル。新刊や人気作品の最新情報はもちろん、基本無料で小説や漫画が読めます。事前登録キャンペーン受付中。概要欄のリンクから今すぐチェック。以上、今週のインフォメーション、担当したのは田中文也でした。ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。以上、HJ 文庫からお知らせでした。エンディングです。あっという間でしたと言いたいところですが、前半の田中さんのゾーンがすごかったから大ボリューム大満足です。田中さん反省してたんですよね。田中さんちょっとね、うん、書きすぎちゃったなってなった。かわいい。わざわざそのメール送った後に電話かかってきて、電話ですいませんって言われた。そうなんです、電話かかってきてすいませんちょっと長すぎたような気がするんですけどどうですかって言われて、長すぎるなと思って。そのまま。そんなことないよとは言えない。いやいや言いました、そんなことないですよって言いました。いいの言いましたけど、このオンエアがどうなってるか次第でちょっとリアクションが変わってきます。編集したい。あとはもう編集したい。でも、ね、改めて、ね、やっぱこの香水はね、はい、本当に素敵なものだったから。そうなんです、いい香りでしたよ。これはちょっと本当おすすめですし、ね、自分のキャラのこうイメージの香水初めてなんですよね。なんで嬉しい。あんまないもんね。そうなんですよ、ね、これめっちゃ嬉しいんで、個人的に買いたいなと思っております。絶対もらえるけど。絶対もらえるけど買おう。ありがとうございます。はい、じゃあそんなクワちゃんに、うん、毎回ね来ていただいた方々にこう、はい、段ボールにサインを書いてもらってるんですけど、さわさわ、はい、もらってもいいですか。もちろんです。アイシアピンクで、はい、女の香り、女の香りをまとめます。ちょっと香水つけていこう。あ、香水つけて、香水つけて。ここにな、残り顔、残り顔書いて、書いてもらっていきたいと思います、はい、あ、どこにいるのか、太い方にしちゃおう。おー、女のサインが溜まってくから女のサイン。いろんな女のキンサー開始して、アイシア、アイシアと、あ、いっぱいハート、ちょ、女を出していきました。 女感すごいよ。女を出させていただきました。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。はい、クワちゃんには2回にわたって登場、はい、していただきましたが、改めてどうでしたか。いや本当にここでモイシちゃんと仲良くなれたこと、そしてスタッフの皆さんと笑い合えたこと、そう、あったかくてここ本当に皆さん卒業式みたいなまとめ方するじゃん。でもこの精霊幻想記につきましては、うん、その放送をリアタイしたりだとか、うんうん、オンラインサイン会を見ていたりだとか、うん、もう本当ただのファンとして楽しませていただいてたので、あ、今日は出演者として喋ることができるんだっていう喜びで、いろんなことを伝えさせていただいたので、ぜひ作品の方もアニメも原作も楽しんでいただけたらなと思います。ぜひまた田中さんいらっしゃった時本当にちょっとなんか喋りたいですね。全然カメラ回ってなくてもいいんで喋りたいことがありますので、機会がありましたら。
はい、またぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、というわけでそろそろお別れのお時間です。はい、お相手は、精霊幻想記愛し屋役の桑原優希と HJ 文庫中編集部員の豊田萌でした。バイバーイ。